札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ご紹介するのはミレド札幌に6月18日オープンいたしましたブール・アンジュというパン屋さんになります。こちらですね、ずっとミレド札幌いろいろ回ってたんですが、やっぱ一番混んでるんですよね。パン屋さんが本当もう人気で、でちょっと落ち着いてから行こうと思ってまして、でちょっとねこの前寄ってみたら結構落ち着いてましたので、いよいよちょっとこのパン屋さん買ってみようと思って行ってまいりました。ではですね、どんなお店かご覧ください。どうぞ。こちらのお店なんですが、ミレド札幌の地下歩道から入ったところのすぐ右手にありまして、営業時間がですね、他の店は、11時からの店も飲食店多いんですが、朝の8時から10時まで営業しているので、出勤前だとかにも買いやすいお店になっております。で、営業の僕が行ったのがですね、平日の朝9時頃だったんですよね。で、9時頃はねめちゃくちゃ空いてました。やっぱりね、出社も終わって一段落してるので、平日の朝9時頃めちゃくちゃ穴場だと思います。ゆっくり見れますし、並びもほとんどないのでめちゃおすすめです。で、今回買ってみたのがですね、こちらのお店ね、クロワッサンがかなり、有名みたいで、僕もね、テレビとかでも放映されてましたし、クロワッサン、大きめのクロワッサンなのでちょっと買ってみようと思ったんですが、今回買ってみたのが普通のクロワッサンがこちら195円になります。で、もう一つがチョコクロワッサン、こちらが281円になります。で、他にマーブルクロワッサン303円っていうものと、抹茶クロワッサンが346円。クロワッサンは4種類あります。で、ちょっと一つ注意点が、一組に対して5個までの、購入制限、クロワッサンに関してはあります。で、もう一つね、僕がちょっと気になったのがね、クイニーアマンというですねものがですね、ちょっと気になったので、今日はですね、クロワッサン、チョコクロワッサン、クイニーアマンの3つを買ってみました。で、ちょっと食べてみたんですけど、ちょっとねごめんなさい、僕パンねあまり普段食べないので、もしかするとちょっと全然参考にならないかもしれないんですが、クロワッサンはね、やっぱ僕が大きいっていうのがあって、そんなね、なんかめちゃめちゃ大きさはそんな感じなかったんですよね。で、やっぱりねバターの風味がかなりすごいです。で、ちょっとのんのちゃん、すいません、こちらの猫ちゃんがちょっと邪魔しておりまして、クロワッサンに関しては層がねかなりしっかり出てて大きめになってます。で、トースター持ってる方は焼き直していただいた方がかなり美味しいと思います。で、これね、ちょっと焼き方にもこだわり、説明があって、180度のオーブンで、1分半から2分焼いていただいて、電源を切ってさらに2分中で、置きます。で、さらに取り出して2分置くんで、だいたいね5、6分ぐらい焼き直しにかけると、また風味だとかこのパリッとした食感が戻ってすごい美味しくなるようです。で、僕ねクロワッサンはね正直そんなね、クロワッサン美味しいけど、まあ、こういう感じかっていう僕の意見だったんですけど、これもう一個ね食べた、ちょっと今これも動画撮ったんですけど、クイニーアマンっていうものがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。こっちの方がドハマりして、これっちはね次食べたいなと思います。でね、甘さもすごいあって、なんかほんとお菓子感覚ですよねこれね。で、結構この周りのこの巻いたのが外ずっとパリパリ状態なんですよ。で、中がねかなりしっとりしてて、結構これ1個に対してのカロリーえげつないやろなと思ったんですけど、これめちゃくちゃ美味しいです、甘くて。で、このクイニーアマンなんですが、やっぱりなんていうんですか、まあクロワッサンと似てるんですかね、このフランスの洋菓子ですよね。結構多分バター、砂糖を使う量がすごいと思うんですよ。めちゃくちゃ甘かったんで、だからこれほんと1回食べてみてください。もしクロワッサン目当てで行った方、クイニーアマンちょっと手に取って一度食べてみてください。僕こっちめっちゃ美味しいと思ってこっちにハマっちゃいました。で、
中にもですね、5人分ぐらいかな、こう立って少し食べるようなスペースもあるんですが、基本的には、テイクアウトというか持って帰るのが基本だと思います。で、まあ、7月からだったと思うんですが、まあビニール袋が4円、紙袋が18円の、まあ値段もかかってしまいますが、こちらはまあ仕方ないですね。でもう今はね、やっぱりこう一番注目されて、かなり週末だとか朝とかね、あとまあ仕事終わりだとかは結構混むお店だと思うので、もし平日空いてる方はね、平日行ってみてください。素晴らしくですね、美味しくて、クイニーアマン、クロワッサンも美味しかったんですけど、僕はクイニーアマン絶対に食べてほしいなと思いましたので、ぜひこちらのパン屋さんもおすすめでございます。では今日はこの辺でございます。メニューだとかの詳細はブログに載せております。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。では今日はここまで、バイバーイ。